どうもこんにちは、こんばんは。抗がん剤治療を終えて2ヶ月が経ちました。結構ね、生えてきたでしょう。まあ、この長い毛がまだこんな感じで長い毛が残ってて、これがですね、もともとの毛でこう生き残ってる分もう本当に生き残ってる毛はほんのわずかなんですけど、で、ね、地肌バーッと毛が生えてるのが新たに生えてきた分ですね。白がいっぱい混じってますけども、なんかね、ここするとここ一本薄いんですよね。薄いのか白髪が多いのか、線が入ってるように見えるんですけど、かなり生えてきました。髪の毛の生え具合をね、報告する動画ではないんですけど、1月の30日からまた、入院してました。入院の目的は去年の8月に、尿管鏡っていう、内視鏡で尿管の中の悪性腫瘍をレーザーで焼くという治療をね、やってもらったんですけども、でその後、10月それから11月とこう2ヶ月間の抗がん剤治療、この2つの治療のですね、まあ、効果の確認というか、その後どうなったかというのを、内視鏡で確認するのと同時にですね、また新たに腫瘍がある場合はそれをまたレーザーで焼くという、まあ、それが目的で、1月の30日から入院して31日にまた尿管鏡の手術というかね、検査を行いました。まあ手術自体はね、2時間ぐらい全身麻酔でね、そんなに大層な手術じゃないんですけど、やっぱり尿管鏡っていう、こう内視鏡をね、腎盂まで、腎臓ね、腎盂までこうずっと入れていくんですね。腎臓って結構上の方についてるんで、半身麻酔だと痛いらしいんですよ。だから全身麻酔でやるんですけど、手術の結果ですね、見るからに悪性腫瘍だっていうようなものはもう見当たらなかったと。ただ怪しいところがあったので、そこはまあレーザーで焼いておきましたということでした。でその怪しく見えるところっていうのがですね、まあいいように撮りたいんですけども、一回やってるんです、やってるじゃないですか、この8月にね、一回レーザーでバーッとこう焼いた後のその焼き跡っていいますか、傷跡っていうか、あれというか、その状態と、まあ、腫瘍っていうのが見た目あんまりこう 見分けがつかないような荒れた感じになってるらしいので、でまあそこがまあ怪しい箇所という言い方をされてるんですけども、まあ、そこをもう一回こうレーザーでは焼いてきました。であとはまあ生検ですね、ランダムにまた、周りの組織を採集されているので、次の外来が2月の27日なので、まあ、その日に生検の結果が聞けると思うんですが、まあ、今回一応ですね、まあ、肉眼というか、内視鏡を通してですけども、目で見たところ見るからに悪性腫瘍らしきものは見当たらなかったということなので、まあ、内心ホッとしてるというか、ああよかったなと思ってます。でまあ次のね、2月27日の生検の結果によってですね、また先生と相談して、まあ、悪い細胞がなかったらですね、あとはもう経過観察という形になるそうなんですけども、もしですね、まだ悪性の細胞が検出されたようであれば、まあ今までと同じようなですね、まあ、レーザーで焼いたりとか、まあ、レーザーで焼くのもおそらく見た目にこれ腫瘍だっていうのは分かんなかったら、そのレーザーで焼きようないと思うんですね。でランダム生検っていうのはおそらくですけど、僕あまり詳しくないんですけど、ね、おそらくですけど、全然大丈夫そうな部分のその組織も採集してると思うんですよ。で見るからに大丈夫そうなところから悪性の細胞が検出されるようだと、もうどこにあるかわからないので、レーザーでも焼きようがないじゃないですか。でおそらくですね、そんな状況だとやはりもう尿管自体、取った方がいいという結論にもなってくるんじゃないかなと。でまあ、尿管を取るっていうことイコールですね、腎臓も取ることになるんですね。 で、まあ、できるだけそれを温存する形で今までレーザー治療ということをやってきたんですけどね、まあもともと普通の治療としては、まあ、腎臓それから尿管を取ると、腎尿管全摘っていうね、一般的な治療らしいので、
もともと覚悟はできてたんでね、まあ努力したけどダメだったら、まあ取るしかないんでしょうけどね、できることならまあ温存できればなとは思ってるんで、ね、その2月27日の結果、もう悪性の細胞は見つかりませんでしたという答えが出ることを、まあ、期待しています。ということで、まあ、入院の話もうちょっとで、まあ、今回、1月の30日に入院してですね、で翌日の31日に16時ぐらいスタートで、約2時間ぐらいの、まあ、手術だったんですけども、全身麻酔なんでね、眠くなりますよって言われたのも一瞬ではーって、そこからも意識なくて、気がついたらポポンって肩たただけで、終わりましたよみたいな感じで、まあ、起こされて、無事終わりましたからねみたいな感じで、ね、で、病棟の方に、戻ってきまして、ちょっとまだろれつが回りにくいみたいな感じなんですけど、まあ意識もあったんで、ちょっとすいません、スマホ取ってもらえますかって看護師さんにスマホ取ってもらって、でパシャパシャとこう自撮りしたのが、まあ、これなんですけど、まあこんな感じでですね、病室に帰ってきて、まあいつも通りおしっこのことはですね、尿道カテーテルっていうんですか、ベッドサイドにね、おしっこを溜めるタンクみたいなやつ、そっちにつながってて、でおしっこの色見たんですけど全然赤くないんですね。前回の8月の時は結構尿も赤かったんですけど、今回の尿は、ね、全然普通のだった尿だったんでもうほとんどね、そんなに言うほど傷つけてないんだろうなと半身麻酔っていうのは完全に体っていうか、その半身しびれた状態になるんで、手術終わっても全然痛くないんですね。でその代わり全く動かないんですよね、感覚が麻痺してしまって腰とか足とか、なんですけど、まあ、全身麻酔の場合は、しびれてないんで意識失ってるだけなんで、意識が戻れば痛いんですけど、今回はですね、あんまり痛くなかったと、尿道カテーテルの異物感は、まあ、当然ありますけど、傷口がお腹が痛いとかそういう感覚全くなかったんですね。前回はですね、戻ってきてお腹がすごく傷口というかお腹痛かったんで、看護師さんに痛いって訴えたら、じゃあ痛み止め注射しますねって言って注射してもらった、急にですね、なんか発作みたいなバー起きて呼吸困難になって、ダーって冷や汗で大変なことになったんですけど、今回はね全然痛くなかったんでね、救われました。でもう次の日にはすっかり元気になってですね、でおしっこも全然血尿出てないし、土曜日にはですね、もうおしっこの管も抜いてくれて、でこのまま順調だったら翌日退院ですねって言って、翌日が2月2日なんですけども、まあ、最速4日間で退院だというところまで来てたらですね、夜からですね急に発熱し始めて、夜中1時半ぐらいだったかな、しんどいな、熱あるなこれと思って熱測ったら38度4分ありまして、これはちょっとやばいなって、まあ、翌日退院って言ったけど、おそらくこれ無理だろうなと、翌日起きて測ったらですね 38.9 度ですわ、39度手前まで来てて、でもう看護師さんも、もう今日の退院は諦めてくださいね。日曜日だったんで、先生いらっしゃらないんですね。 でも先生わざわざ出てきてくれまして、で、採血します。で普通の採血って看護師さんがね、こう普通にアルコールでペッペッと消毒してバーってちっちゃな試験管みたいなやつに2本分ぐらい取るじゃないですか。そんなんじゃなくて先生が、まずこのピュッピュッピュッとアルコール消毒じゃないんですよ。こんな棒の長い棒の先っちょにね、なんかなんていうんですかね、棒の先っちょにガーゼがついたようなやつで、一本一本こう包装してある。先っちょなんか黄色い
なんか幼稚みたいな、用途賃金みたいなやつ、ついたやつを使ってですね、バーって腕、こう、もうこの辺全体ぐらい、バー消毒しはって、で、割とね、でっかいボトルみたいなやつ、4つ分ぐらい、ぐらいじゃない、4つ分、先生自ら、採血されましたね。で、検尿も普通こんなちっちゃい紙コップじゃないですか、そんなんじゃなくてね、ステンレスのキャンプ用のカップみたいなやつ、こんなやつです。処理みたいな、無菌処理みたいなされて、こう包装されたやつなんですけど、でそれで、尿を取ってきてくださいと。で結局、尿からは菌は見つからなかったらしいんですよ。いわゆる術後感染症って言ってたと思うんですけど、抗生剤に点滴をね、入れましてずっと入れてたんですよ。抗生剤も3日目ぐらいから効き始めるっていうね、先生もおっしゃってたんで、なかなか熱下がらなかったんですね。で下がるどころか、もう39.8 度まで上がりましたね。もうほぼ40度、苦しかったですね。40度近くなってきたらもうなんかぼーっとしますしね。解熱剤なんとか過ごしながら、3日目ぐらいで、やっと熱も落ち着いたんですけど、本来であればね、2月の2日の日曜日退院できるところだったんですけど、熱が出て、抗生剤の点滴をずっと毎日ね入れ続けてで、3日に1回ぐらい、採血して、その炎症の状態とかこう見てたんですけど、なかなか炎症が収まらなくてですね、で約1週間後の2月7日の金曜日、おそらくここの採血でうまく落ちて、で週末退院かなと思ってたんですけど、やっぱりそこでもまだダメということで、休み明けの、2月10日に、10日の朝の採血、そこでですね OK が出まして、で普通OK が出て翌日退院かも分かんないですけど、もうすぐ帰りたいっていうことで、行ったらいいですよってことでね、月曜日の昼から帰ってきました、昨日ですね。で今日迎えているという、で明日から仕事行きますということでですね、今回の本当は4日間で退院できるところをですね、1週間今日かかってしまいまして、ただ手術の結果、検査の結果自体はですね、見た目は良好という感じですので、あとはその2月27日の生検の結果をですね、いい結果を期待したいと思います。髪の毛もだいぶこうね、生えてきたので、次はですね、2月の27日の結果報告とお会いしましょう。どうもありがとうございました。